ちかです。今日はですね、なんとメンタリスト大吾と ABEX 会長松浦正人氏の、特別コラボでございます。で、前半がですね、大吾から始まり、で後編で松浦さんの動画になるんですけど、まあディープでしたね。すごいですね。で、この動画ではですね、番外編ということで2人を引き合わせた僕チカがですね、担当しております。松浦さんの印象もね、大吾の印象もちょっと普段とは、違う風に僕は思ったんです、そういうことも含めて、ぜひ見てください。前半後半の動画に関しては僕の概要欄の方でもリンクを貼ってますので、ではどうぞ。あれ、ちなみに なんで出したんですか。出したいって愛が言うから。だって週刊誌にちょっと出るだけで会社の前にカッキーが来るのが普通でしたから、私は。ああ、分からない。聞けない、聞けない、僕は聞けないよ。初めて会ったの衝撃的だったんだよ。へえ。ニューヨークで。ニューヨークなんか。そうそう、ニューヨークなの。へえ。で、もうプロデューサーとして松浦さんがやってるのずっと知ってたんだけど、あゆちゃんとマネージャーからしか聞いてないから、松浦さんとか。でニューヨークに行ってプロモーションビデオを撮りましょう、ね、あのラブピアーズっていうアルバムを作って、はいはいはい、でそこで1ヶ月ぐらいみんなに行ってこう作り込みをもうすごかったの、ね、よ、うんうん、洋服にしてもメイクにしてもあの全てのことをグワーッとやっててすごい楽しかったの、うんうん、であるその PV が仕上がった時、撮り終わった時に今日夜ちょっとカラオケ行こうっつってニューヨークカラオケ行ったの、はい、でその時に初めて松浦さんが来てくれるっつって、ね、あどんな人なんだろう、もうすごいこうなんつうのスーツバシッと決めてネクタイ締めてね来るのかなと思ったら入ってくる、イエーイっつってそこにあるビールブワー振り出してあのビールファイト、シャンパンファイト、普通ブワーってやってザーって騒ぎまくってびしょびしょにしてじゃあねって帰ってったの全く覚えてないですね。それが最初の出会いで、もう面食らっちゃった。典型的な内向的な人が外向的な場に行こうとしてやっちゃうパターンみたいな。そうです。だからそれでもやらないと入れないみたいな、うん、あの無理やりその前に酒飲んで酔っ払ってテンション上げてから行って やるっていうのをやらなくてもいいのにね別に。なんでそこまで頑張ったんですか。なんか頑張いつもそうなんです。頑張らなきゃいけないんじゃないかなって。松浦さんが今一番心の中でやりたいこととか心配事、やりたいこと心配事、寂しい、寂しい、一人だから。でも人といるの面倒くさいです。人といるのは面倒くさくない、一人でいるのは辛い。家にね一人でいると、うん、あ俺これから先ずっとこのつまんない中で一人で YouTube 見ていけるのかなとかって思うわけです。だからといって別になんか結婚したいかっていうと、結婚って面倒くせえなって。結婚してます？しないです。面倒くさいなと思うんですよ。罰2回もあるから。うん、これからの人たちってみんな一人で生きていくんですかね。あ、もうおっしゃる通りで、実際今、30代よりも若い人たち、30代も含みますけど、より若い人たちは結婚したからって幸せになるとは限らないよねっていう、もう正式な研究がニューヨーク州立大学から出て、そうなんだ。で、理由がいろいろありまして、あの SNS を使うことがネイティブになっちゃってる世代、今の30代よりも、まあ、含め30代より若い人たちって SNS バンバン使えると思うんですけど、これどうなるかっていうと、人間がじゃあ結婚して得られる一番のメリットって何っていうと、年を取った時に結婚してないとコミュニティがなくなっちゃうんですよ、うん、ところが今は SNS で簡単に昔の友達とも会えるし、人と連絡が取るようになっちゃったから、わざわざ結婚しなくてもコミュニティからのメリットは得られちゃうんですよ、うん、でこうすると結婚した時のコストの方が大きくなっちゃうから、現時点その研究を行われた時点ではトントンぐらいやったんですよ。だから結婚したから幸せになるとは限らないけど、別に不幸にもならないからいいんじゃないぐらいな感じなんですけど、メリットはないよねって感じだったんですけど、今はちょっと多分その傾向が続いてるんだったら結婚した方がマイナスが大きいっていうか。わかるな、わかる、マイナスがいっぱいあるけどプラスもなくはないですよ、うん、だからでも離婚するとマイナスのことを忘れてプラスのことを思い出したりするんですよ。あ、そういえばあいつはああいうやつだったみたいな。それはそう、あの、まあ、はっきりは前の奥さんですよ。
アキちゃん、アキちゃんとじゃあ戻りましょうかって思うじゃん。そうすると話してて結局はあいつはそういうやつだったっていうのをふと思い出すと、まあやっぱ無理だって。あとそれも完全正解で、復縁がうまくいく確率って恐ろしいほど少ないんで。ないだろう、ないよね。戻る確率は高いんですよ実は。いろんな調査があるんですけど、だいたい恋人と復縁しようと思ったりとか奥さんと復縁しようすると4割から6割ぐらいの確率で復縁はできるんですよ、うん、研究ってバラバラなんですけど。でもこれ統一見解があって、うん、じゃあその後長期的にいい関係でやれるかっていうと、いい関係でやれる確率は復縁した人の中の 6% とかなんで、うん、つまり超高めに見積もっても6割の確率で復縁して 6% だけが長続きするわけだから 3% ぐらいなんですよ。知ってる人たちがみんな若いから、うん、年が普通に30と離れていくわけですよ、うん、30も離れていることを付き合ったら自分が先に死ぬのが決まってるじゃないですか、はい、死んだ時のことばっか考えちゃうんですよ、うん、死んだ時にこいつは大丈夫だろうか。それで一生懸命貯金してたんだけど、うん、その子と別れたから全部使っちゃって車の人だよ。なるほどなるほど、そういう貯金だったんですね、うん、そういうこと。なるほど。一応あの いただきながらのあれですけど、今日僕らが飲んでるワインはみんなが手合わせて拝んで飲むタイプのワインですかね。アメリカのロマネコンティですよこれは完全の。でもね、そのロマネコンティを、はい、ね、ぶん投げで出す人がいるからね。えバーッつってパシャーンみたいな。ロマネコンティよ。いやロマネコンなんか別にね、それはさ若かったから何を頭に来たか知らないけど投げたんですよ。壁に刺さったんで。でもロマネコンティがここができて何年か。ここで起きた出来事。8年ぐらい。そう。ちょっと今度投げるとき僕その投げる先に待ってるんで言ってもらっていいですか。投げるよっつってすぐ行きますね。はいはいはい。そうね、そういうことはやっぱり。40代でしなくなりますね。あ、50歳になってからもうかなり真面目になりましたね。すごい、あのいやいや、回数が減ったってこと。時々ある、うん、時々ある、毎日あるようなことだったのが、うん、まあ最近ないね。ちょっとご相談したいことなんですけど。急に、はいはいはい、示談いりませんと、謝んなくていいですと、お金はいりません、僕あなたの金庫口座ゼロになるの見たいだけなんで、示談なんて絶対ありません。めちゃめちゃ怖い人ですね。